ハイスピードエトワールの視聴を完了したので語っていこうと思うんですけど、結論から言うとハイスピードエトワールはクソアニメなのかというとわかんないです。というか最初の方はめちゃくちゃ酷評したし、今の時代においてスタートダッシュこかすっていうそういう発想が良くないと思うし、そこら辺が悪い意味での旧世代の制作人だなーってのはちょっと正直思うんだけど、割と尻上がり的に良くなってるっていうか、終盤を先に作って最初の方の話は後回しにしてそうな構成かなってのはちょっと思ってて、まあ5話とかだいぶまともだって言われてたし、まあ浅宮キア先生が入ってきて、まあその辺からリンちゃんが、まあバカはバカなりに、まあコンピューターの相棒のアミちゃんと、まあなんだかんだ割と仲良くなって成長はしてたし、そう、リンちゃん割と成長はしてると思うんだよ。まあそれっぽいこと書こうとしてたっていう気配はあったから、まあ説得力があったかどうかとか、まあ退屈ではなかったかどうかとか、まあ難しいんだけどね。まあよく言われてるけど、この作品自体多分スタジオ A キャットとあの監督さんだっていう情報はだいぶ伏せてたから、まあ、ハイスピードエトワールについて、まあ、結構注目したからわかるんだけど、内部でゴタゴタしてそうだなとは思ったんだけど、まあ実際ワンクールちゃんと落とさず放送しきれてたっていう部分はまあ加点要素にはなるし、まあ明らかにレースのことも最近のアニメについてもわかんない人たちが関わってんだろうなっていう感じはあったんだけど、まあそれでもワンクール納品するっていうことはまあやりきってるから、まあ代打としての能力はまあ認めざるを得ないよねって。あとさ、俺ね、ハイスピードエトワールが嫌いじゃないのってさ、ぶっちゃけクソアニメって言っても俺はこれ笑って許せるタイプのアニメだと思ってるから、なんか賛否が分かれるとか、まあそういうんじゃなくて、まあ実際この作品明らかにガタガタなんだけど、そのままガタガタの中でまあそれっぽい成長物語とかやってたから、まあそこら辺は悪くなかったかなと思うよ。あとまあ藤間拓也さんのキャラデザはめっちゃ良かったしね。総評としては泉風花さんにはこれからも頑張ってってほしいですかね。のこたんかけるこしたんの、まあ、後輩ちゃんは結構出番少なめだけど、まあ、両作も残念なアニメもいろんなアニメに出てってほしいですね。